えー、30代クリエイター職です。AI のシングルアイティが2年後に早まったと落合陽一さんがおっしゃっていて、性的パッケージがされて動的体系に移っていくと、はい、話されていました。紙、え、絵、ー、が2次ジ,ジャーニーで簡単に出力できたりしてびっくりしてるんですが、今後デジタルのクリエイターはどうなっていくのか、ひろゆきさんのご意見をいただきたいです、まあ。イラスト系に関してはもう人間の出番はだいぶ減っちゃうでしょうね。あと音楽も多分もう人間の出番はほぼないですね。 えと有名なクリエイターが「私が作りました」って言って発表するから価値があるっていうだけでこういう感じの音楽っていうのって多分もう一から作るより AI に作らせちゃってでそこの微調整をするっていう AI オペレータータ2ばっかには「信じがたい」っていうのがるう、ねえー、はうのはあるんですけど、まあ、あのイラスト AI とかディフュージョンとかで検索すると、まあ、例えばじゃあそのメイドさんが「ほうきを持ってレレレのレ」って言って。 いる絵を描きたいですっていうのをそのまま文章にして入れるとそれっぽいものを作ってくれるんですよ。 でただ顔がそのじゃあ西洋人っぽいよねとじゃあそれをこう顔を日本人っぽくしたいよねと思ったらじゃあ女の子で日本人っていう文章を出すみたいな感じで AI に対してどういう風な言語で指示を与えるとよりその自分がその欲しい絵に変わっていくかっていうそのオペレーターとしてのセンスっていうところで割とその必要なイラストを作り出すっていうのを AI が最近やってくれるんですよ。でそのもちろんその鳥山明みたいな,なんか絵を描いてその絵欲しいですっていう人がいればそれはそれで今までより食えると思うんですけど。 ただじゃあそのそしゃゲにイラストを収めているイラストレーターの人ってその1枚5,000円とか、まあ、3,000円とか結構安い絵で描いてでそれを買ってもらうみたいなことやってるんですよ。でああいった人たちって多分基本的にはもう AI で描いちゃって納品する人っていうのが出てきた時にそのそしゃゲのメーカー側もそれが人が描いたのか AI が描いたのかわからないっていう状態になっちゃうんですよね。 イラスト屋には勝てな,くないえっとイラスト屋で例えばじゃあそのゲートボールをやっている赤ちゃんのイラストが欲しいっていうのを指定すると 本当にそのまんまんん出てくるんですよ。イラストの場合ってその赤ちゃんの絵とじゃあゲートボールやってるおじいちゃんの絵のパーツを合わせてとかってやらないとそういう感じなんですけどそういう細かい指定でもそんなのものが出てくるっていうのが最近の,あのイラスト系の AI で,で音楽に関してもじゃあもうちょっとヒップホップ寄りにしたいよねとかなんかラップ寄りにしたいよねとかじゃあここの,あの伴奏の部分はこうクラシックピアノでやってほしいとかでそこのなんかあのりのいいサビの部分とかじゃあエレキギターを入れてみたいなそういう細かい指示を入れるとそれっぽい音楽を作ってくれるっていうのを 割とでできちゃってたりすするんですよなのでそのもともとその音楽とか絵とか感覚によるものというのは AI は不得意で数値化されるもの,の方が AI が得意だよねっていうのが割とそのディープラーニングとかで出てきた時に言われてたんですけどイラストに関していくと思っったたよりよよりくでできちゃったんですよね <laughs> あのわざとノイズを入れてなんかぐちゃぐちゃにしてでぐちゃぐちゃになってるものを元に戻すという技術があるんですけど例えばそのえっ、ー、と。 まああ今ででもあのカカメメララとかで持っっててくれるカメラってあるじゃないですかなんかあの写真撮った時になんか目が大きくなってでその肌のブツブツとか消してくれてみたいな。でああいうのってその写真の画像の中で肌色の部分の中にその黒い点がいっぱいあるんだったらその点は消しましょうとか。 でその目の部分っていうのがその黒い丸があって横に白い部分があるとそれは目だよねと。でそこの目の部分というのはちょっと大きめにした方が人は喜ぶよねみたいな感じでその画像をちょっとずつ変えるっていうところをいろんなところでそのコンピューターを使っているような時代になっててでそこの不自然さっていうのを消すっていうのをやっていくと結果としていろんなバリエーションの絵っていうのを作るっていうことができるようになってしまいましたっていう状況ででそのもうイラストをじゃあその。 4 0 0 0ける2 0 0 0ドットでそれなりに大きいドットでその背景もなんか新宿の街並みみたいな姿勢をしてじゃあそれのイラストを描いてくださいってなるとどんなに手早い人でもやっぱり1日しかかかっちゃうと思うんですよね。まあ、早くても4時間ぐらいとかかっちゃったんですけどでもイラストの生成する AI とかだとそれをじゃあ 200枚ぐらい出してって言うとそれっぽい感じでちょっとずつ違うのを200 10枚ぐらいを10分とかに出してくるんでですよでその200枚の中で、まあ、一番それっぽいなっていうのを選ぶだけでいいっていうのでなのでそのどういう文字で指定するかと出てきたものの中でそれっぽいのをどう選ぶかっていうのをやるだけでいいので絵を描く能力っていうのがそこまで実は必要じゃないよねという時代になってしまうんですよね。ていうかなってるんですよもう。 なので、その有名な名前のあるブランドのある人っていうのは全然増えると思うんですけど、そうじゃない人はその AI にどういう文字列で指定をするのかっていう、そのオペレーター的な人ばっかりになっちゃうっていう。えー、Google のラムダとエンジニアの会話は興味深く、怖くもありました、えー。あれが解放されたらどんな世界になると思いますか個人的な異性の声で返答されたら、声をする人が続出するディストピアな世界しか見えません。人工知能の認識や感情はあると思いますか、えっと、その ?Google のあの研究者が AI とそのテキストで会話するっていうのやったんですけど、割と。 それっぽいことを返すすんですよねもともとそれっぽいことを返すように作ったんですけど、のその電源が切られたらどういう気持ちですか怖いみたいな。なので、あ確かに自分が AI でコンピューターの中に住んでるって思ったとしたら、電源を切られるのは怖いだろうな、みたいな。AI 的なその知能があったらこう答えるだろうな、みたいな答えをちゃんと出してくれるっていうので、まあ、実験大成功なんですけど、 ただ、それを、そんなの電源切ってプロジェクトをなくしてしまうっていうのは、それを殺すことだよね、みたいなことになって、恐怖を感じるみたいな、そういう話になると思うんですけど、知能って基本的にそん、ななもんなんですよ多分あのじゃあ、テキストで、今、チャットしてる相手は人間ですか、コンピューターですかっていうので、多分もう7割ぐらいの人が間違えるようなものってできてると思うんですよね。 そのあの多くの人って自分はその独自の知性があってきちんと人間として判断して行動していると思いがちなんですけど人間の行動の8割ぐらいってあのほぼ頭使わないで判断するんですよね。 例えばその何か食べたいじゃあスパゲティが好きとかだから今日は中華料理が食べてえなとかってそれって別に知能の問題じゃなくてその自分自身がどういう栄養素を欲しがってるかもしくはどういう栄養素が欲しいと洗脳されてるかとかって決まるんですよね。 例えばそのルイ・ヴィトンのバッグが欲しいとかもルイ・ヴィトンのバッグがどれぐらいすごいかっていうのを考えたせいではなくてなんかルイ・ヴィトンのバッグを持ってるおしゃれな人がいてでルイ・ヴィトンのバッグを買ったらその人みたいになれるかもみたいななのでそれってその何かこういうモデルがあってそれを真似したら自分がつけづけづけるかもしれないみたいなすごくふわっとしたどうでもいい理由で。 でそれってあの子供も一緒なんですよね子供ってあの親がやってることを真似したりとか、なんか仮面ライダーの真似とかごっことかやるじゃないですか。なんでそので、うまくいってる人の真似をしようとするっていうのは、割とその人間の学習能力とかにあって、なので、大人だったりとか、自分よりちょっと年上の人がやってることをすぐ真似しようとするってそう、そういうそのルールがもともと仕込まれてるんですよ、人間の頭の中に。で、そのルールで、大人になったとしても、なんか自分が素敵だと思う人の真似をしようとするっていうので、なので、そのルール通り動いてるだけでも、 実は頭全く使ってないんですよねっていうのがあるのでそのなんか人間がその自分自身の知覚とか知能で判断してると思ってることは大体 DNA に書かれてることだったりするのでなのであのなんかいっぱい食べてダイエットしたいとか言ってる人もあのダイエットしたいんだったら食わなきゃいいじゃんって話なんですけどいっぱい食べたいって本能に勝てないっていうなのでそこも動物の能力の,方があその動物的な決断力の方が強いっていうそういう話なんじゃないかなと思いますけど。 き、えー、さんんのの話話を聞くがが好きなんですすあ面白い話とかかりますかここの面白いは興味深いの面白いと笑うの面白いどちらの意味でも好きな方で大丈夫です。えっと Twitter でも書いたんですけどリキャプチャーっていう、まあ、Google のとかがよく使われるんですけどあの人間かどうかを確認するためになんかあのくねくねしたアルファベットとかを入力するのがあるじゃないですか数字を入れろみたいなやつ。あれをじゃあそのコンピューターで突破できるとそのボットって その例えばじゃあ Gmail でアカウントを1000個作りたいとか Twitter でアカウントを1000個作ってでそれでフォローさせればもうフォロワー1000人じゃん。なのでその自動で登録できるような仕組みを作りたいっていうのをやろうとしてもそのキャプチャーっていうのが人間じゃないとなかなか突破できないっていうので結構困ってたんですよ。その悪いことしようと思ってる側でそのロシアの人たちがやったサービスっていうのがこのプログラムを使うと Twitter の新規登録は何件で向きますと。 ただし、1件突破するために0.3円くださいと。っていうので、じゃあその1000人分の Twitter アカウントを作るのも0.3円かける1000なので300円で作れるんですよ。 なので、お、さすがプログラムっていうところなんですけど、そのプログラムの裏で、めちゃめちゃ人がキャプチャー入力してるんですよ。<laughs> それは、Twitter の,の歪んだ数字とかアルファベットっていうのを、ロシア人がこう打ち込んでポチって押すと、それがサーバーに行ってプログラム経由で、プログラムが動くっていう。なので、その、今までの人といって、 人間の仕事を減らすためにロボットとか機械とかコンピューターっていうのを使ってたんですけど今の時代はコンピューターの下請けを人間がやってるんですよ。<laughs> ではその Twitter のログインを突破するというプログラムを動かすための下請けを人間がやってる時代になってて、まあ、ある種シンギュラリティですよね。 要はあのコンピューターと人間どちらが上流の行動をやって偉いかというとコンピューター様のために人間が一個解いたら0.2円とか多分もらってやるみたいなそういう状態になってるんで面白いなと思いましたひろゆきさん2060年までにシンギュラリティは実現すると思いますかまた実現するなら対策を教えてほしいですでも、まあ、一定の部分では割ともう人間の能力を超えたものが機械学中で 生まれちゃってるので機械学習による AI とか使わなくてもそのなんかタッチパネルとかで人間使わなくても機械が金儲けしちゃうっていうのは既にあるので証券取引とかもあの普通にあのプログラム売買が当たり前になっちゃったりするのでなのでシンギュラリティはそは一つ一つのカテゴリーでもうでに起きていてちょっとずつそのコンピューターの方が優秀だよねってカテゴリーがだんだん増えていくという話なのですすででに実現していいるととうう話だと思うんですよねなのでそのなんだろうな。自分がここのま ままやっていけば安泰だなという過信をするのが多分良くなくて過信さえしてなければ少なくとも過信してるやつから落ちていくので業界全体が悪かったとしても自分は生き残れるっていうのがあると思うんですよね前回その本の編集の話をしたと思うんですけど本の出版の売り上げというのは年々少なくなってますとなのでじゃあ出版とか本ってもう仕事として意味ないのっていうとそうじゃなくて全体は縮小するけどちゃんと売れる本出してる人は きちんんと売れてててるるるししボーナスももらっっいい給料もらってるんですよただ無能がクビになってダメな会社が潰れるとでもちゃんとまともにやってる人はちゃんと食えるんですよなのでそのシンギュラリティになりましたって言って無能はどんどん切られたらクビになったり会社潰れると思うんですけどちゃんとやってる人は業界がゼロになるまで生き残れるのでなのでその業界的には生き残るよねっていうのはまだまだ続くんじゃないかなと思いますけども。 現段階で AI をもともと人間が持っていたよりも使えないという話を先日がひろゆきさんがされているのを聞いたんですが AI の知能が急激に伸びるシンギュラリティって起こると思いますかまた起こった場合どんな世界になると思いますかえっと多分なんか言い方が理解されてなかったんじゃないかなと思うんですけども結局そのこういう問題を解こうとした時に AI を使うとこういう結果になるよねみたいなそのある程度その今のディープラーニングで処理しやすい形の統計データがあった場合に処理できる問 ものがあるっていうだけで AI 自体が良くないというよりもともとのデータっていうものがきちんと処理しやすい形になってるのかっていうのとその自分たちが解決したい問題っていうのは何なのかっていうのがきちんと把握できてるのかっていう問題もあるのでその AI 自体の問題でではない気がすするんですよね、まあ、ai とディープラーニング違うんじゃねえかっていうのもあるんですけどそのディープラーニングがうまく働く場合ってそれなりにきちんとしたデータがあるっていうのとじゃあその 扱っっっっったたたデータを使った結果ががうううううまくいいいののかどうかかかどどててちゃんとと観察できるかどうかっていうところも必要なんですよねなのでそこの観察できるかどうかっていうところが結構おざなりになっててなんとなく拾ってきたデータでなんとなく作ってなんとなくやったけどこれってうまくいってんのかいってないかよく分かんないよねみたいなところで止まってるっていうのがちょこちょこあるのでそれはその使い方の問題なんじゃないかなと思うんですけども。 シンギュラリティ後の世界を想像してみてみシンギュラリティそれ自体は大したことではなくてそれをを使って何を作るかだと思うんですよねえっとシンギュラリティってまあ人によって定義が違うんですけど AI やらが発展していって人間よりもコンピューターが賢くなってしまった時代が来た時にどうなるかって話なんですけど現状あの単純計算とかだとコンピューターにはもう絶対勝てないですよ人類は。 AI すごいみたいに言ってますけどあの AI って言ってるのの実はそれってディープラーニングじゃん知能じゃないじゃんみたいのもあったりするので実は本当にその人工知能ってできるのっていうとまだまだ先だと思うんですけどただできたものを何に使うかで巡航ミサイルに入れますでそれがネットワークで強調して動きますとかになると彼らが人類に牙をむく可能性があるんですけどそういうのを作んなければ 単なる便利なもので終わるんじゃないですかね。